数多くの名馬を育て上げ、現日本競馬の先駆けといっても過言ではない東の名伯楽藤沢和夫調教師。そんな名トレーナーに初ダービーの栄冠を捧げたのがレイデオロです。馬優先主義を掲げ、成長に合わせ育て上げるからこそ、大気シャトル、シンボリクリスエス、ゼンノロブロイなど多くの名馬を育てたものの、日本ダービーを制覇したことは一度もありませんでした。クリストフ・ルメール騎手を鞍上に、デビューから能力の違いを見せつけたレイデオロは、足元の不安から直行した皐月賞での敗戦を糧に、日本ダービーではライバルたちを抑え込む最高の走りを見せました。5馬になっても天皇賞秋を制し、 G1 2勝を挙げたレイデオロは、くしくも引退年にこの世を去った父キングカメハメハの後継守護馬の筆頭に挙げられ、初年度は196頭も種付けする大盛況。近い未来、レイデオロ3区が日本競馬を席巻する時代が来るかもしれません。今回はそんな名馬レイデオロと名伯楽藤沢和夫調教師の物語を見てみましょう。皆さんこんにちは、馬込です。今日はレイデオロのデビュー前の成長からの道のり、そしてこれまでのキャリアについての徹底解説をしていきたいと思います。馬込競馬チャンネルでは、このような名馬の分析、徹底解説など、競馬好きにはたまらないコンテンツを毎週金曜日と日曜日の18時に配信していくので、動画を楽しんでいただいている方はチャンネル登録、いいねボタンをお願いします。これがレイデオロの物語です。では参りましょう。デビュー前、2014年2月5日、北海道安平町のノーザンファームで、父キングカメハメハ、母ラドラーダの間に生まれました。父キングカメハメハはディープインパクトと双璧を成していた大種牡馬、母ラドラーダは現役時代ビクトリアマイルにも出走した馬で、レイデオロも手掛ける藤沢調教師にゆかりある血統。母ラドラーダだけでなく、母父シンボリクリセースやディープインパクトの姉で知られる祖母レディブロンドも現役時代に管理しており、その血を引くレイデオロはまさに藤沢和夫調教師が育てたサラブレッドの結晶ともいえる存在でした。藤沢和夫調教師はすでに名伯楽とも呼ばれる成績を出していたものの、クラシックには縁がなく、勝ったのはダンスインザムードで制した2004年の桜花賞のみ。レイデオロには初となる日本ダービー制覇の期待がかかります。スペイン語で黄金の王という意味の通り、日本競馬のキングになるべく、レイデオロは重要な使命を担う存在でした。2歳、2016年10月9日、東京競馬場芝 2000m でデビューしたレイデオロ、クリストフ・ルメールを鞍上に一番人気に押されました。レースでは道丸の馬場状態の中、デビュー戦から圧巻の走りを見せます。道中5番手で折り合うと、直線では先に抜け出したポール・バンドルに1馬身4分の1差をつけて快勝しました。ルメール騎手も道中はとてもリラックスして、最後はいい瞬発力を使いました。こんな馬場も大丈夫でしたが、いい馬場の方がもっと良さそう、距離はもっと長くても OK ですとコメント。次走のハボタン賞でも後方2番手をすると、直線で外から鋭く伸びてデビュー2連勝を飾ります。レースはハイペースの消耗戦となったものの、レース後は走り足りないと言わんばかり、なかなか止まらなかった、それだけのエネルギーがあると藤沢調教師が話すように、レイデオロは他馬よりも非凡なスタミナを持っていました。そんなレイデオロに数多くの名馬を育てた伯楽も、 2000m で楽しめそうな馬、姉妹はいい足がある、うん本当にいい馬だよとクラシックを期待するほどの高評価を与えます。そして12月25日のホープフルステークスに出走します。当時はまだ G1 ではなかったものの、皐月賞と同じ距離ともあり、多くの有力馬が集結しました。しかし、ここでもレイデオロの能力は抜けていました。道中、後方3番手からレースを進めたレイデオロは、直線で一気に足を伸ばして先頭に立ちます。ここで抜け出してくるか、黒い帽子、レイデオロもスーッとポジションにいつの間にか前にいて、あっという間に前を捉え切る、先頭、抜け出したのはレイデオロ、レイデオロ先頭、2番手にはマイネルスフェーン、レイデオロ、デビュー3連勝。見事2着のマイネルスフェーンに1馬身4分の1差をつける完勝で、重賞初制覇を飾りました。鞍上のクリストフ・ルメール騎手は、いつも楽に勝ってくれる、今日も楽に勝ってくれたと大舞台での勝利も涼しげにコメント。レイデオロの能力はここでも抜けており、いよいよクラシック候補の筆頭にまで上がりました。さらにこの年の藤沢和夫調教師は、レイデオロ以外にもボバはサトノアレス、ヒンバはソウルスターリングで共に2歳 G1 を制しており、最優秀2歳両部門をダブル受賞するという史上初となる快挙を達成。
表彰式では日本ダービーを制覇したいと遠く過ごしていたクラシックへ向け長年の夢へ思いを語りました。3歳、日本ダービーへの適性を考えた時、朝日杯を制したサトノアレスよりも期待がかかるのはレイデオロでした。しかし3歳になったレイデオロは当初の予定では前哨戦の弥生賞を予定していたものの、添えの症状が芳しくなく馬体にも疲労が蓄積していたことから弥生賞を回避、皐月賞へ直行することとなります。迎えた皐月賞ではデビュー3連勝でフラワーカップを制した牝馬のファンディーナが人気になる中、やはり休み明け直行が不安視され、最終オッズ 10.4 倍の5番人気の評価にとどまりました。レースでは前半 1000m59 秒のハイペースで進む中、後方からの競馬をしたレイデオロは4コーナーでも後方のまま競馬、最後の直線で加速し追い上げを見せるも、先行したアルアインらを捉えられず5着に敗れました。皐月賞で悔しい敗戦を喫したレイデオロ、しかし藤沢和夫調教師とルメール騎手にとって大目標は皐月賞ではなく日本ダービーでした。休養明けで十分な出来ではなかった皐月賞と比べ、一戦叩いた日本ダービーでは馬体を成長させパワーアップしていたレイデオロ、最終追い切りでまたがったルメール騎手は皐月賞では久々で反応が遅かった、今回はトップコンディションで臨めるのでいい足を使ってくれるでしょう。日本ダービーを前にトップコンディションへ持ち直したレイデオロと、前週にソウルスターリングでオークスを制覇していた2人は悲願のダービー初制覇を前に自信を覗かせました。皐月賞馬アルアインやスワープリチャード、ペルシアンナイトなど混戦模様の中、最終オッズは 5.3 倍で青馬賞を勝って挑んだアドミラブルに次ぐ2番人気に押されました。レースでは序盤皐月賞と同じく後方でレースを進めたレイデオロでしたが、鞍上のルメール騎手がレースのペースが遅いと判断、 1600m の標識を通過したところで前へ進出し、 1000m の標識付近では逃げるマイスタイルに次ぐ2番手に位置しました。そして迎えた最後の直線では、鞍上トレーナーの日本ダービー制覇への悲願へ最高の走りを見せます。スワープリチャードと粘っているレイデオロ、レイデオロ、スワープリチャード、レイデオロ、スワープリチャード、糸井知らない左右地マイスタイルも粘っている、レイデオロか、レイデオロか、体半分一番し、レイデオロ先頭のマイスタイルを捉えると、追いすがるスワープリチャード、迫るアドミラブルランを抑え、2着のスワープリチャードに4分の3馬身の差をつけ優勝。ルメール騎手、藤沢調教師ともに日本ダービー初制覇を手にしました。ルメール騎手は、今日の気持ちは言葉では言い表せません。フランスでダービーを一度勝ちましたが、他の国でもダービージョッキーになることができました。日本は僕にとって第二の故郷です。とても大切な日になりました。馬はとてもリラックスしていて、ゴールまで頑張ってくれました。最後はファンの歓声を聞いてハイテンションになりましたね。藤沢先生の馬で同じ年にオークスとダービーを勝てました。特に厩舎のスタッフさんにお礼を言いたいです。と初の日本ダービーの栄冠を手にし喜びをあらわにしました。秋初戦の神戸新聞杯は後に菊花賞を勝利する奇跡以下に圧勝したレイデオロ、秋は菊花賞ではなく小馬との対戦を選択します。挑んだジャパンカップでは当時日本競馬を牽引していた北サンブラックのほか、シュバルグラインやサトノクラウン、ソウルスターリングなどの中で2番人気に押されました。レイデオロが追ってくる、間から1番のシュバルグラン乗ってきた、間から1番のシュバルグラン、外からレイデオロ、さあこの3頭争い、200を通過した、先頭は今度は1番シュバルグランか、シュバルグランか、北サンブラック、シュバルグランが先頭だ、さらに外から2番のレイデオロがぐんぐん迫ってくるが、シュバルグランだ、ゴールイン。レースでは1番人気の北サンブラックをゴール寸前に同馬をかわすことができましたが、5番人気のシュバルグランを1馬身4分の1前に見る形での2着に敗退。初の小馬対戦の中、ダービー馬の意地と実力を見せつける結果となりました。ダービー制覇と小馬相手に2着という実績が評価されたレイデオロは、2017年の JRA 賞最優秀3歳5馬に290票中289票で選出されました。4歳、年明け初戦は京都記念に出走、ここまで全てのレースで鞍上を務めてきたルメール騎手が騎乗停止となったため、ダリオ・バルジュー騎手に乗り換わってのレースになりました。アルアインやモズカッチャン、ディアドラなど同じ4歳の G1 馬も参戦する中で 1.6 倍の圧倒的な支持を受けましたが、道中折り合いを欠いて直線で伸びきれず3着に敗退。鞍上は向こう上面でペースが落ちた時に行きたかった、直線もじりじりとしか伸びず休み明けでファイトするところが薄かったとコメント。休み明け、重馬場とマイナス条件が重なり悔しい敗戦となりました。次走はドバイシーマクラシックにモズカッチャン、サトノクラウンと共に参戦します。海外ブックメーカーでも前年の凱旋門賞で2着に入ったクロスオブスターズに次ぐ2番人気に押されたレイデオロですが、超スローペースな展開に苦しめられ、後ろから追い込んだレイデオロは4着が精一杯、前を捉えられず2連敗となる悔しい敗戦、展開に翻弄されることとなったレイデオロ、鞍上のルメール騎手もペースが遅くて少し引っかかったとペースを範囲に上げました。ジャパンカップを含めれば3戦連続で勝ちきれない不本意な結果に終わったレイデオロ、
初の海外挑戦ということもあり、帰国後は疲労回復に充てるため、春の国内 G1 は回避、秋での復権にかけ休養に入ります。およそ半年ぶりとなったレースは関東の名物重賞オールカマーでした。皐月賞で苦杯を喫したアルアリンなどが相手にいる中、中段で競馬を進めたレイデオロは直線で加速します。来て坂を登ってくる先頭1番アルアイン、その内から7番のレイデオロが並びかける11番エアアンセムが3番手、アルアインかレイデオロかレイデオロかレイデオロだ、ゴールイン。休み明けも鋭い末足を見せたレイデオロはゴール前でアルアインを差し切って優勝しました。ルメール騎士もいい気持ちでした。馬はリラックスして息も入った。4コーナーから加速したね。ラスト 100m は彼の能力を出してくれたと、休養を経て本来の姿を取り戻した相葉の走りを称えると、今日はトライアル、まだ 100% じゃない、コンディションはもっと良くなる、メインターゲットは G1 と、日本ダービー以来となる G1 制覇へ向け意気込みます。その勢いそのままレイデオロは続く天皇賞秋で最高の走りを見せます。昨年北サンブラックが引退したことから新たなトップを決める戦いでもあった天皇賞秋、スワープリチャードやマカヒキ、奇跡など有力馬の揃い、本馬を含めて G1 馬が7頭出走する豪華メンバーでの開催となりました。レースでは奇跡が先手で逃げたため、前半 1000m59 秒4のハイペースとなる中、レイデオロは中段に控えます。迎えた直線では得意の府中の直線で逃げ粘る奇跡が先行集団をトライにかかりました。レイデオロ追い込んできた。おお、外からサングレーザーも追い込んできた。さあ奇跡、奇跡を捉えるか、4番レイデオロ、外からサングレーザー追い込んでくる。ミッキーロケットも内をついてやってきた。レイデオロが先頭に変わった。サングレーザー3番手から2番手を伺う。レイデオロだ、ゴールイン。ゴール前で先頭に立ったレイデオロは粘る奇跡と追い込んできたサングレーザーを抑えて優勝。後半 1000m も57秒2というよどみのない展開となり、天皇賞秋歴代2位のタイムでした。天皇賞秋初勝利となったルメール騎手、初めて天皇賞を勝てて嬉しいです。いいメンバーが揃っていましたが、レイデオロはしっかりとゴールまで頑張ってくれました。すごくいい馬ですとレイデオロを絶賛しました。次走はレース間隔を考慮し、ジャパンカップではなく有馬記念へ出走、ファン投票1位の11万293票を集めます。 2.2 倍の一番人気の支持を受けた天皇賞と同じくハイペースで逃げる奇跡や、障害レースからお重長さんの参戦など、個性派が集結した有馬記念、奇跡が引っ張るハイペースの展開を中段から追走したレイデオロは最後の直線では外から追い込みます。そしてレイデオロの追撃はどうなるか、ここで一気に絡む、一気に絡む、真ん中からブラストワンピース、ブラストワンピース、レイデオロが来る、ブラストワンピース。惜しくも先に先頭に立っていたブラストワンピースを捉えきれず2着に惜敗。京都記念での敗戦と同じく両馬場を好むレイデオロにとっては厳しい道割れの馬場に苦しむ結果となりました。5歳、最後の年となった5歳シーズン、2年連続の参戦となるドバイシーマクラシックからスタートとしました。スワープリチャード、シュバルグランと共に出走したレイデオロ、なんとしても昨年の雪辱を果たしたいところでしたが、レースでは2コーナーで先頭に立って逃げる展開となり、直線入り口で外から並びかけられるとそのまま失速、出走馬8頭中6着という結果に終わりました。ルメール騎士も逃げる形になってしまいました。スタートから1コーナーまではリラックスしていましたが、向こう正面でかかってしまいましたと、思わぬ展開からの敗戦に言葉数少なめに悔しさをにじませました。国内初戦となった宝塚記念、出走12頭のうち G1 馬は6頭という豪華メンバーが集まる中、前日オッズは1番人気でしたが、最終的には奇跡に次ぐ2番人気になります。しかし開催終盤に行われ荒れた馬場でやることの多い宝塚記念、この時も力を要するコースでレイデオロには向いていませんでした。が並びかけてかわすか、リスグラシュ奇跡、リスグラシュ奇跡、残り200を通過した。ここで抜けたのは12番のリスグラシュ、2馬身3馬身リードを取る奇跡、2番手3番手11番スワーブリチャード、勝ったのは12番のリスグラシュ、ゴールイン。中段6番手で追い合うことができたものの、直線では伸びることができず、突き抜けるリスグラシュに対しレイデオロは5着に敗れました。G13 勝目を何としても手にしたいレイデオロ、ここでルメール騎士から福永雄一騎手に変え、新規一点で秋初戦は連覇を目指してオールカマーに出走します。しかし何かと繊細な部分が多いレイデオロはなかなか本来の走りを見せることができません。このレースも一番人気に押されますが、直線で仕掛けてからの反応が鈍く4着に敗退。福永騎士はスタートは出てくれたがそこから進まない感じだったと語り、休み明けもあって望む走りができません。次走にはジャパンカップを選択し、ウィリアム・ビュイックとの初コンビを結成、史上初の外国馬の参戦なしとなったジャパンカップではファンの期待は大きく1番人気に押されるも、重馬場の影響で直線で伸び上げ見せ場なく11着に敗れました。引退レースとなった有馬記念、ファン投票では最終的に9位、2019年は勝ちもなく人気を落としていました。三浦恒成を鞍上に迎え
ブリンカーを使用して臨んだレースでは出遅れて後方追走の展開となります。外からさあプルナーリア、おお外から6番のリスグラッシュ、坂上がってリスグラッシュが抜けた、リスグラッシュだ2番手さあプルナーリア、先頭は6番リスグラッシュゴールイン。ハイペースの中直線で足を伸ばすも7着と引退を飾ることなく悔しい敗戦となりました。引退後2019年12月25日付で競走馬登録を抹消したレイデオロ、引退後は車台スタリオンステーションで種牡馬入りします。この年の夏ディープインパクトとキングカメハメハが立て続けにこの世を去ったこともあり、新たな時代へと転換期を迎えている日本競馬界にとってレイデオロは父キングカメハメハの後を担う重要な仕事が残されていました。2020年は196頭と繁殖をしたレイデオロ、サンデーサイレンスの血を持たないこともあり種牡馬としての人気は大盛況。2021年に生まれた初年度産駒のデビューは2023年、活躍が大いに期待されます。そして忘れてはいけないのがレイデオロの活躍を支えた藤沢和夫調教師、藤沢調教師は2021年度がラストイヤーとなります。ラストイヤーの日本ダービーはキングストンボーイが馬の疲労を考慮し見送ることとなったため出走させることはできませんでしたが、レイデオロと同様にクリストフ・ルメール騎手とタッグを組んでいるグランアレグリアは今年も日本競馬のトップを走っています。残されているのはわずかな時間しかありませんが、そんな中でも藤沢調教師ならば多くの偉業を成し遂げてくれるに違いありません。藤沢和夫調教師のラストイヤーの活躍を期待しましょう。レイデオロの物語はここまでです。皆さんはレイデオロの名馬までの道のりについてどう思いますか？どの程度を知っていましたか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたのなら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。馬込みでは競馬が好きな方から競馬初心者の方まで全ての方の馬券適性を調べる馬券適性診断を無料で行っています。無料診断を受けた方全員に競馬の教科書をプレゼントしていますので、そちらもお受け取りください。馬券予想や重賞データ分析なども無料で行っていますので、興味がありましたら概要欄のリンクからアクセスしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。馬込みでした。また。